出過ぎだ、下がれ。ラペ、カイ、応答を。クロードか。無事だったか、すぐ救援に。頼む、私ではこれ以上バカを抑えていられない。俺が何人仕留めたと。なら聞くが、私が何度お前の命を救ったと思っている。調子に乗っていると次に仕留められるのは自分になる。やったんだろうがよ。囲まれたぞ、お前まで。何、二人なら切り抜けられる。あの塹壕まで走れば。ラズ、お前一人で行け。何言ってんだよ。ほら、さっさと起き上がれ。ダメだ、足をやられた。私は走れない。ね、何言ってんだ。こんなのかすり傷だろうがよ。ああ、走れないだけで援護はできる。敵が集まる前にお前一人で行け。俺のこと、お前を置いて逃げるようなクソだと思ってんのか。早く、援護もできなくなるぞ。バカが。第一なんで追ってきやがった。俺一人で十分だったのに。不死身のラズ様か。それが思い上がりなんだ。いつも誰かに助けられてるくせに。応答しろ、カイ、ラズ。カイが撃たれた。囲まれてる、救援を。カイ、しっかりしろ。現在地を。ラズさんたちとの通信回線遮断されました。クソ。レディ、二人の位置そこからわからないか。ちょっと待って、今スコープで探してみる。見えた、そこから3時の方角よ。今座標を送る。どうした、レディ。応答。クロード、あなたの後方に新手の敵戦車部隊が。早い。新型の戦車部隊、機動力もパワーも桁が違いますよ。分かってる。違う、今までの戦車部隊とは明らかに連動の差なのか。先輩、ラズさんとの回線回復しました。ラズ、無事か。クロード、早く頼む、急いでくれ。リナが死んじまう。クロード。ああ、なんとかするさ。ダッシュで頼むぜ。状況を確認するわね。
ちょいと揺れるぜ。行くぞ。好きにやらせてもらうぜ。まあ、適当にやるか。行くぜ。獲物はどこだい？焦るでないぞ。アイアイさ。何としても二人を助けるのよ。行きましょう、クロード。ラズ、カイ、必ず助け出してみせる。いい招待、出撃だ。マイルズ、あの敵戦車部隊を引きつける。気を抜くな、死ぬぞ。はい。他のみんなはラズとカイの救出を優先してくれ。おっと、嬉しいね。敵さんもやる気だ。たっぷり楽しみたい気分なんでね。簡単に壊れてくれるなよ、べっぴんさん。これを使ってみたいの。レイリー・ミラー技術士官特製鉄鋼榴弾。戦車を足止めできる新しい榴弾よ。そういえば前に榴弾を改造するって。そうか、完成していたんだね。間に合わせるって言ったでしょ。ギリギリにはなっちゃったけど、とにかく威力を試してみましょう。指示をお願いね。みんな聞いてくれ。僕たちは命を懸けて戦っている。僕たちが大切にしているものを守るために。それはそれぞれ違っているかもしれない。でもきっと思いの強さは同じはずだ。忘れないでほしい。その思いの強さは必ず力に変わるということを。楽しませてくれよ。やれた。かなりやがれ。
始めるかの。警戒が必要じゃな。速やかに行動せよ。行くぞ。いいじゃろう。警戒が必要じゃな。経験の差じゃ。いい正体。老兵をなめるでないわ。やってやるか。戦車ってのはいいもんだ。迎撃態勢整えろ。我々の力を無双無双の敵兵どもに見せてやれ。走れ走れ。よし、出るぞ。お前たちの力を私に見せてみろ。そんな戦車、偵察の報告にはなかったぞ。仕方ねえな。ひるむな、進め。そこは射程内か。敵の反撃に注意せよ。敵だな。ひるむな、進。敵の反撃に注意せよ。了解。一気に行くぜ。敵撃破。目標撃破。いいぞ。了解。敵はあそこか。敵撃破。よくやった。さすがだ。行動を開始する。敵はあそこか。どうだ。
次に行こう。楽しませてくれよ。この程度なら楽しませてくれよ。この程度なら さて、まだやれる。前進する。やるか。ひるむな、進め。低音位の兵士がいるはずだ。探せ。仕方ねえな。敵だな。やってやるか。ほれ、ちゃんと見せてやるか。ほらよ。俺の邪魔はするなよ。そこか。手段は選ばない。目標。仕方ねえな。兄貴、見ててくれ。いたぜ。ひるむな、進め。ここだ。やったぜ。目標の逆。ラズナ兄貴、見ててくれ。敵の反撃に注意せよ。落ち着け。行くぜ。敵だって苦しいはずだ。よっしゃ。なるほど。了解。
て。動け、動いてくれ。すまない、みんな。兄貴、見ててくれ。ひるむな、進め。撃ち方始め。敵の反撃。行くぜ。さすがです。やってやる。敵の反撃に注意せよ。やれやれ、これ以上やられちゃ色男が肩なしだ。撤退するぞ。か、勝手に撤退して大丈夫ですかね。上の連中を無視するとまた厄介なことに。知ったこっちゃねえ、時間は十分稼いだんで文句を言われる筋合いはねえよ。は？おいおい、気づいてなかったのかよ。とにかくここは引き上げだ。集合場所に行くぞ。もう一つのね。じゃあな、べっぴんさん、久しぶりに本気で楽しめたよ。あんたひょっとして俺のファムファタールかい？だったらまた会えるかもな。その時は砲弾の雨の中、熱いキスを交わそうぜ。無事か、ラズ、カイ。クロード、あ、俺は無事だけど、カイが。大丈夫、急所は外れています。弾も貫通している。よかった。いい状態。お、こちらいい状態、クロード・オレス。了解した、オーバー。大隊がこれから総攻撃を仕掛ける。僕たちもそれに合流だ。だがその前に負傷者を後方へ運ぼう。急ぐぞ、マイルス。そんな、クラッチが故障した。これじゃ戦闘はとても。この場に留まっていては危険だ。とりあえず交代してくれ。
僕たちはよく戦った。みんな満身創痍だ。下がって補給を受けたところで誰も文句は言わないさ。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの報奨を受け取るがいい。マイルズ、ハーフェン号は走れそうか？ここではどうにも。パーツが焼けついちゃったみたいで、ここじゃ修理は無理そうです。低速でも動くうちに拠点へ戻りましょう。無茶させすぎたな。今回はハーフェン号が一番の功労者だ。応急処置だけして出発しよう。はい。ラズ、カイは？ああ、そう深い傷じゃなかった。縫えばじきくっつくみてえだ。動脈をやられたせいで出血がひどかったが、もう血は止まって、ったく生きた心地がしなかったぜ。自分のせいでカイがなんてことになったら俺は。少しは僕たちの気持ちが分かったか？うん。君が無茶をするたび僕たちも生きた心地がしないんだ。そうか、そうだな。そうなんだよ。でもまさかカイが負傷するなんてね。射撃でも格闘術でも僕らは勝てた試しがない。あの細っこい体のどこにあんな力があるんだかね。真面目な話、カイに傷をつける帝国兵なんていないと思ってたよ。お前、それあいつに聞かれたら殺されるぞ。問題ない。無線は切ってあるよ。さすが抜かりねえな。ありがとよ、クロード。どういたしまして。冷たいお水、そこの小川で汲んできたの。拠点まではまだしばらくかかるから、少しでも水分補給しておいた方がいいわ。すまない、ありがとう。ひどい顔色、かなり出血したのね。気分は？大丈夫だ。さっきよりずいぶんマシになった。あの二人何話してるのかしら。どうせよからぬ話だ。今度は何をしでかすか。そうね、特にラズは心配かも。いや、ああ見えてクロードも時々とんでもないことをしでかすぞ。うん、わかる。普段がああだから余計驚かされるのよね。こうして話してると子供の頃に戻ったみたい。私は随分変わっちゃったけど。それはいい方にか。あ、どうだろう。そうだったらいいけど。カイだって変わったわ。軍に入るなんて思わなかった。確かに運動神経は抜群だったけど、今やワンショットキラーですもの。戦争が変えていくんだ。
何もかも。そうね。クロードはどうだ？え？悪い変化ばかりじゃないはずだ。特に彼の場合は。ええ、変わったわね。これは白旗をあげるしかないわ。驚いたな、レイリーが素直に認めるとは。私も成長したの。いい変化ってわけだったらクロードに言ってやれ。そこまで大人にもなれないかな。そうだな、みんな変わった。でも変わらないものだってあるんだろう、それぞれの中に。もう服の中までドロッドロ。熱いシャワー浴びたい。レイリー、申し訳ないけど作戦終了までは。分かってるわよ、行ってみただけ。俺はとにかく寝たいね。どんな安宿でも銃声の聞こえないベッドで自然と目が覚めるまで。ああ、気持ちはわかる。僕はハーフェン号の整備を。あ、ちょっとマイルズ、フラフラじゃない。しっかりしなさい。みんな限界だ、今日はもう。ああ、会は休んでくれ。僕たちは次の出撃に備えて補給を。クロード、え？ミネルヴァ、わかってる。補給が済めばすぐに出撃する。ただハーフェン号が動かないんだ。僕は歩兵として先頭に。いいんだ。え？もういい、作戦は終わった。なっ、帝国が撤退を始めた。ジークバルラインを放棄して。だったら我々の勝利だ。勝利、ジークバルラインを破った。やった、やったぜクロード、俺たちがこの手でやってやったんだ。やったわクロード、私たち最後まで戦い抜いたのよ。任務完了だ、みんなよく戦ってくれた。連邦軍はジークバル海戦において帝国軍の撤退により辛くも勝利を収めた。戦死者多数、物資の消耗も多大なものだったが、大補給作戦が実行されているという報も届き、前線の士気がくじかれることはなかった。歴史に残る大海戦に勝利した喜びと高揚感が兵士たちを包んでいたのだ。こうして僕たちはまた一歩広大な帝国領土の奥へと踏み入った。その道が帝都へと、この戦争の終結へと続いているのだと信じて。五章、最前線の休日。ジークバルでの奮戦をたたえ、
勲章が授与された。厳しい戦いだったが、お互いよく頑張ったな。みんな聞いてくれ。 E 小隊に加わる新しい仲間を紹介する。オーディンと呼べ。トーマス・ケビン。その名は唐の昔に捨てた。リリー・アシュリーです。私に近づくと